あ、ギフトありがとう。こんばんは。ごめんね、ちょっと遅くなっちゃった。ちょっと、いろいろと用事があり、やっておりました。はい。皆さん、いきますね。改めまして、岡村リオ、中学校、卒業しましたイエーイ、パンパカパンパンパーン、クラッカー、エアクラッカー、パン。卒業しましたー。可愛くない？このチューリップちゃん。いろんな色があって、黄色にしました。リオツンカラー。そう、卒業証書もね、あるんですけど、学校名が書いてあるから見せれないんだけどね。そう、卒業しましたそう、さっき、X もね、載せたのと、あと、モバメもさっき送ったので、届いたら見てください。 X もいいねコメントお待ちしてます。そう、X にはモザイクかけて載せたのでご安心ください。ありがとう、みんなおめでとうって、嬉しい。そして明日が高校の発表。そうなんですよ、明日が高校の合格発表がありまして、ドキドキですドキドキ。制服のスカートの長さがいい子、あれね、あげれないんですよ。そう、みんなあげてない、長い長いままあ、メール届いた？ああ、よかった、ありがとう。そう、このお花を胸につけてましたいや、ちょっとね、トレーナーはジャイアンなんですけどジャイアンなんですけど、お花かわいい、なんか髪飾り髪飾りにできる髪飾り。そう、卒業、全然実感がありませんなんかめっちゃあっという間な3年間でしたね。そう、9時になったら終わります。終わるというか勝手に切れるんですけど9時までやります。そう、今日ね、卒業式終わった後もね、写真撮ったりとかしてたり、用事もいっぱいあったから遅くなっちゃった配信が。そう、なんかやっぱさ、友達とさ、こう毎日学校で会ってたから、卒業してその違うね、それぞれが違う高校に行ったら、こう毎日は会えないじゃないですか。毎日会えないし、こうまあ LINE は交換してるけど、そう、なかなか会う機会もね、少なくなっちゃうから。でも友達は友達で、永遠に友達なのでまた絶対いつか会うと思って今日卒業式に挑みましたそうだよ、やばいよね、中学校、いや JK になるんだよ。いや、もし受かったらだけど確定はしてない、うん、確定はしてないけど、受かったら JK ですよ。正面を向く男女はどうだった？いや、聞いてくださいメールにもね、ほんとちょっと書いたんですけど、その
練習、その卒業式の練習の時もずっとマスクしてて、で大体の人がマスクしてたんですよね。でリオは中学校の3年間の間で基本的にずっとマスクをしてたから、そのすっぴんの岡村リオツンをあんまりみんなにこう見られたことがないんですよ。しかもこうね、一人ずつ卒業証書受け取るのにドセンターでみんなの方向いて、岡村リオはいって言って言うんですけど、本当に緊張しました。心臓の音がドクンドクンってめっちゃ聞こえた。来月から12時までできる？ううん、できないよまだまだ先です。12時までできるようになるのは、12時までできるようになるのはね、二十歳か、あ、高校卒業してからかな。うん、次が今リオが15歳なんだけど、16歳、10月の誕生日で16歳になったら10時、22時までできるようになってかな。そうだから12時までできるようになるのは当分先です当分先です。そう、なんか卒業式終わった後にみんなで写真撮ったりお話したりするんですけど、友達とも撮ったし、あと先生とも撮りました。先生とも、担任の先生とも撮ってもらったし、2年の時のね先生とも撮ってもらって、1年の時の先生がねいらっしゃらなかったので、お子さんがね、お子さんが生まれて、そう、お子さんが生まれたから今ねお休みされてて、そうだから撮れなかったんだけど、あと国語の先生と、あと美術のおじいちゃんの先生とも撮ってもらいましたそう、撮ってもらいました。イカちゃん、あ、アイカ撮ってるよ、連絡。熊消しした？うん、した。熊消しと、ちょっとね、唇がね、まむら紫だったらちょっとやばいのでリップは塗りました。そのすっぴん見たい。そのすっぴん？何のこと？今リオすっぴんですよ。これ、この顔で、この顔で行きました今日。この顔で行った。 X に載せてるよ。X 見てみてください。そう。そしたらなんかすごいいろんなたくさんの人から撮ってくださいって言われて、そう。撮ってください。ああ。男子からはリオツンってリオツン呼ばれてました。え、そう、なんかさ、緊張しすぎて本当に声が思うように出なくて、いや、練習の時よりは出たんですけど、出たんですよ。ちょっと聞いてください。練習の時よりはもう出たんですよね。もう練習の時は本当にはいみたいな感じで、いや、これよりはもっと聞けど、そう、でも緊張しすぎて声が出なくて、しかもリオは笑ってるつもりだったんだけどぎこちない笑顔になっててで、リオは自信あったんですよ。いや、今日ほんまに言えたわと思って、本番めっちゃ大きい声で言えたわと思ったら、その
マーナとパーナが来てたんですけど、卒業式に小さかったよって言われてリアは超大きいと思ったんだけど、うそーんってなりました。歌唱力より緊張しましたか？え、なんかさ、緊張の種類が違うんですよね。そう、みんなざわついてたんじゃない？リオツンかわいい、リオツン、リオツン、でも女子がナワは格別に可愛いなって言ってました。でもね、可愛い子いっぱいいるんですよ、リオの学校。美人多いよ可愛い子いっぱいいるよ。可愛い、みんな可愛い。全員に卒業証書を手渡してくれるの？そうそうそう、一人ずつ、一人ずつしますね。泣かなかった？あの、うるってしましたあの、その在校生 1,2 年生がこう歌をね歌ってくれるんですけど、そこでも感動したし、あの3年生みんなで旅立ちの日にを歌ったんですけど、今別れの時の時が、あの、うるるしました。でもまた友達とも会えるって言い聞かせて、これで終わりじゃないって言い聞かせてこらえました涙。バイトも取ってよ、それは有料になりますそう、おじいちゃん先生、おう取ろうみたいなしかもなんかポーズがおもろくてポーズがなんかみたいな、なんかグーポーズみたいなこんなポーズをしてて、かわいい、かわいいおじいちゃん先生。この間公園見に行った時気になってショールーム見に行きました。嬉しい、ありがとうございます。ぜひお借りをしに嬉しい。そう、制服リオツンかわいい、ほんとあんまり見なくない、あんなリオツン。そう、男子からも、うん、男子も女子もみんな来てくれました。撮ってください。リオさんすっぴんでもかわいいですよ、ほんと嬉しいんだけど。卒業おめでとうリオツン、やっぱりすっぴんに見えんぐらい、待って、すっぴそに見え、すっぴに見える、見えんぐらい、画面偏差値高すぎて困る。言ってのかわいい。え、嬉しい。あの、本当に、悩んだんですよ。マスクを外すか外さないか。ねえ、マーナに、え、どうすればいいって言って、そう、外しなさいって言われて。第二ボタンくださいとか言われなかった？あ、リオがってこと？言われないよ。第二ボタンってさ、男子じゃないの？女子が男子に言うんじゃない？先生にサインは頼まれたりさ、してない。あ、でもね、女子に頼まれました。なんかペンがなかったから、ペンと書くものがなくて、その場に、だから携帯のスマホのデジタルでこうやって書いて、あの、ゴリタのサインを。でもさ、多分ゴリタのこと知らないじゃないですか、もちろん。だからさ、ちょっと気まずいよね、気まずいよね、ちょっと、なんでゴリタ、なんでゴリラなのみたいな思われるくない？あ、ギフトありがとう。で、先生、その先生たちともいっぱい撮ったんですけど、先生の携帯でも撮っていいって言われて、あの、流出させないからとか言われて、そう、絶対に出さないから撮ってみたいな言われました、先生からも。え、そう、旅立ちの日にと、校歌と国歌を歌いました。
あ、初見さんありがとうございます。中学3年生15歳のリオツンこと、あ、中学3年生、え、それこれを変えるの、え、待って、今リオは何になるの、中学3年でいい中学3年生今日卒業しましたが、カメラリオですぜひフォローしてください。え、どうするこれ、え、じゃあさ、高校生になったらさ、高校1年生とか言うの、やば、え、今なんて言うの、このさ、卒業してからさ、高校に入るまでの期間さ、なんて言うの、うん、え、入学式があった日から高校生になれるの、え、待って待って待って、55分、あ、56分なんだけど、誕生日読まなきゃ、ちょっと話したいことがまだまだあるけど、終わらなきゃいけないので終わります。あ、ギフトありがとう。明日も今のところ夜かなと思います。明日はね、ちょっと長くできたらいいなと思ってるんですが。あ、初見さんありがとうございます。岡村リオです、フォローしてください。今日のお話もね、また明日できたらいいなと思います。そうね、もし、そう、明日が合格発表なのでもし不合格だったら配信できないかもしれないもうメンタルやられて。皆さんセルフ MV 見てくださいね、ニールの木陰の下で。感想もお待ちしてます。どのカットが好きか、どのショット、うん、どのシーンが好きかも教えてください男女見ます。13位スパイクさんありがとうございます。12位マイカミョスティーブさんありがとうございます。11位マサタカさんありがとうございます。10位ラクラクさんありがとうございます。9位ショタカさんありがとうございます。8位ヨシココくんさんありがとうございます。7位コアラさんありがとうございます。6位岩もっちさんありがとうございます。5位ゆずきじさんありがとうございます。4位メタボさんありがとうございます。3位ガンちゃんヨッシーさんありがとうございます。2位リオシーさんありがとうございます。そして1位はドゥル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 パン、ヨネツンさんありがとうございます。イエーイ。あ、皆さんツアーもね、お待ちしてますお待ちしてますツアーも、ツアーも待ってるね。バイバイ。3月7日なんかさ、ツアーさ、その兵庫と愛媛出てたんですけど、あの広島、あの小さく広島は全員出演ですみたいな書いてあったからそう、ちょっと見てみてください。一位ヨネツンさんありがとうございます。イラスト誰が描いた、イラストはみんなで描きました。あの文字、ニレの木陰の下での題名はリオが書きました。リオが書いたよ。そう、広島全員ですって書いてるので、ありがとう。それでは X とモアメ、そして今日はリオツンブログの日なので、ブログも載ったら読んでください。よろしくお願いします。それではバイツー。